入れ。失礼いたします。急な呼び出しによく来てくれたな。運動を守りきれたようで安心しました。コートの方は大丈夫だったのでしょうか。ええ、多少の被害は出ましたが問題ありません。これもひとえに皆様方のお力があってこそ。それはよかった。イシュガルドも我々と同じエオルゼアの一部、こういう時こそ協力せねばなりません。これも政治というのか。ナナモ女王陛下がいらしてから改めてご挨拶をと思っていたのですが、こたびの防衛戦へのご助力誠に感謝いたします。私はこれを機にコートの大審問を開くことを教皇陛下に進言するつもりです。真にエオルゼを一つにするために。ユユハセが？わかった。どうかしたの？いや、大したことはない。少し席を外すよ。どうした？何か警備の問題でも？下がってよいぞ。承知いたしました。失礼いたします。わざわざ来てもらったのは他でもない、そなたに伝えておきたいことがあってな。バラワはウルダハ王朝に幕を下ろすつもりじゃ。知っての通り、今のウルダハは混沌の渦中にある。政が正常に機能せず、国の宝である民が一番の被害を受けているようなありさまじゃ。わらわはこの混乱を消し去るために、この戦勝祝賀会の場で王朝の終焉を宣言する。これによってウルダハは王のものでも負者のものでもない、民
神の者として生まれ変わる新時代のウルダハの幕開けとなるのじゃ。だが国は大きく揺れる。ラウバーン一人の力では行き詰まる時も来よう。そなたに頼みがある。どうかラウバーンを支えてやってほしい。これは他の誰でもない、いくつもの戦いをくぐり抜けてきた真の英雄であるそなたにしか頼めないことなのじゃ。わらわのわがままを引き受けてくれたことを感謝するぞ。よかった。本当によかった。笹岩大王子のもとで、そなたに会った日のことが、まるで昨日のことのようじゃな。これからもよろしく頼むぞ、英雄殿。さては杯に毒を持ったか。冒険者、貴様が七門陛下を。この部屋には七門陛下と貴様しかおらん。言い逃れはできんぞ。者ども、こやつを拘束しろ。女王陛下の暗殺犯だ。一部の者を除く暁関係者の確保が完了しました。レブランツトールの石の家も制圧済みです。ご覧の通りです、総帥。すべてはエオルゼアのために。
教皇庁の神殿騎士団だと。イシュガルドの特使殿、たった今イシュガルドの教皇庁より連絡がありました。何でもドラゴン族が再びコートを襲撃したため帰国せよと、急を要すとのことで騎士の方々が迎えに参ったようです。コートが？こちらに情報は回ってきていません。それにあまりに折りが良すぎます。もしや。なるほどな。総長、お早く。知らせてくれたことに感謝します、ウルダハの友人よ。この借りはいつか返させていただきましょう。行くぞルキア。何の騒ぎだ。デートの申し出かい？あいにくそういう趣味はないんだが。暁のサンクレットだな。貴様には先のガレマール帝国との戦いで帝国軍に内通していた容疑がかけられている。内通だと？何のことだ。まさかアシエに支配されていた時の。こちらで捕らえた帝国兵の尋問から貴様が関わっていたとの証言を得ている。それに何やら怪しげな術を使うとの報告もな。さて一緒に来てもらおうか。無理やりパーティーに呼んでおいて、今度はさっさと出て行けって。ずいぶん勝手なことを言うじゃないか。さてはこの祝賀会自体仕組まれたものか。アデルジ、これはどういうつもりだ。宴席に武装兵を送り込み、国賓を女王の許可なく退出させるとは、貴様何を考えている。同人団の私兵か。王家主催の祝賀会での愚行、どう超えた越権行為だ。さっさと撤収させろ。何を言うかラウバーン。不滅隊こそ貴様の私兵ではないか。ナナモ陛下が暗殺され、国の存続が危ぶまれる事態ぞ。かような状況から国を守るべきはずの不滅隊の兵力を容易にカルテノーやクルザスに回した貴様の責任はどう取るつもりだ。ましてや腹心に帝国の艦長を飼っていたとは、局長とは名ばかりの愚将ではないか。今何と言った。ナナモ様が暗殺されただと。
さよう。そこにいる暁の決命に組みする冒険者がその首謀者だ。一体どういうことです？貴様らには暗殺計画への関与の疑いがかけられている。連れてこい。先ほどこの者にナナモ女王陛下が毒殺された。犯人の協力者と思われる暁の船員を取り調べる。一度その場を動かないように。そんな。残念ですよ英雄殿、このようなことになるとは。この冒険者が所持していた小瓶からナナモ陛下を殺害したものと同じ毒が検出された。さてははめられたわね。おやおや、はめられたのは我々の方ですよ。まさか我がウルダハの愛すべき女王陛下に取り入り、イシュガルドと和平を結ぼうというこの場で陛下を暗殺したのですからな。言いがかりもいい加減にしなさい。黙れ小娘。貴様ら暁の決命が異能を持つ者を集め囲っていることは分かっているのだぞ。その能力を使い、ナナモ陛下をはじめ各国の名手に取り入ったのであろう。それにアイメリク教とは特使として接する以上に随分親しくしていたようではないか。さては先の防衛戦、ドラゴン族の侵攻からの防衛を大義名分に、裏でイシュガルドと結託して我々の兵力を分散。そうして防衛力を削いだ上でイシュガルドにこの地を侵略するよう仕向けたのではないか。そんな無茶苦茶な。どこにそんな証拠があるっての。そんな、ナナモ様が。イルベルト、そこをどけ。ナナモ様の安否を確認する。落ち着くんだラウバーン。先ほど俺が確認した、ナナモ陛下は死室にて毒殺された。そこの侍女も確認している。まさか。ナナモ様。はあ。国を守る資格なし。ウルダハの祭りごとは我々サカツ州共和派が行うしかあるまいな。
せいぜい陛下の国葬の段取りでも考えておくがいい。まったく、貴様も陛下も手間をかけさせる。貴様か。何の話だ。七魔様を暗殺したのは貴様か、テレジアデレジ。よまよいごと。ま、あの小娘のために随分と苦労したのは確かだがな。もともと九月の女王だったのだ。ようやく操り糸が外れて肩の荷が下りたと、ザルシンの御元でせいせいとしているだろう。陛下を愚弄する。もしたか。宮廷内で剣を抜き、ましてや同じサカス州の一員を切り捨てるとは。まさか貴様も暁と共犯なのではなかろうな。お前たち何をしている。いけません、提督。